試しでやってみましょう。藤崎さんの足って長くて締まってて綺麗なのよね。よし、藤崎さんの足が欲しい。完全にノーマークだっただろう。ごめんごめん。なんでうちが小暮よりちっこくなっとるんや。藤崎、喧嘩売ってんのか。っていうか、おい、なんか変だぞ。足、なんか太くなってんじゃねえか。おい、足が長くなっただけじゃスーパーモデルには程遠いね。ここはもっとバラ色な感じにした方がいいんじゃない。ここはレモンな感じだと思うけどな。ゆめろさんの胸と桜塚さんの髪が欲しい。でもくるくるした髪の毛の方がモデルっぽかったぞね。そうね。ゆめろさんの髪の毛が欲しい。あ、うた、それ私の髪。返して返して返して。セットに30分かかる私のカールが本当どうなっちゃったのよ。これはひょっとして、もしかしてやっぱり。でもどうしてカノさんが。やばい、逃げるよ。あ、待って、うた、ダイメロよ。そうだね。追いかけてこないようだね。あいつらが来ないうちにモデルのようになるぞな。モデルはバンキューバンってなってなきゃね。うたちゃんの胸は失敗だったぞな。マイメロの味方で超いらない。残念。何かしらな。まあいいかどんに。モデルのお尻はあのくらいあった方がいいんじゃないか。そうね、エライバ先生のお尻が欲しい。メゾフォルテ、私のお尻はメゾ。エライバ先生、ズボンズボン。メゾ。あ、ハプニング、アンビリーバブー。どうしてお尻が小さくなってしまったの。ララ、最高だね。お尻とウエストはいいけど胸はこれじゃ小さすぎる。そうだ、はい、あれ体のバランスが。先生大丈夫ですか。大丈夫。ずるずる、すごいぞな。ま、あたいには負けるけどね。でも、なんか胸がパンパンで苦しい。贅沢言ってんじゃないよ。モデルならもっと背が高くないといけないんじゃないのかい。180センチはいるぞな。でもそんな背の高い女子なんかうちの学校にいないよ。じゃ、町に出かけて探そうぜ。うた、ミキ、大変や。うちの足が太くて短くなってもうたんや。マナも、私も髪が変わっちゃった。ミキちゃん、マナちゃん、マイメロお願い、なんとかして黒身の魔法を解いて。あなた誰。ウタよ。ウタちゃんの髪がミキちゃんになってる。胸もぺったんこだし。ぬいぐるみが喋ってる。これはね、黒みが魔法でごちゃごちゃに入れ替えて。そう、カノーさんが大変でだから。
たら腹話術なの。わかった、なんだかよくわからんが、わかったから。あ、今度は何？可能だ。捕まえなきゃ。帰ろう。ちょっと待った。あ、マイメロめ、また邪魔をしに来たんだね。うちの足返してや。私の髪。カノーさん、どうしてこんなことしたの。どうなってんだよカノー。足、髪、私の髪が。うるさい。私はずっと痩せっぽちで小柄な体が嫌だったの。絶対ナイスバディになってみせる。邪魔しないで。そんなの間違ってる。カノーはちょっと体の成長が遅いだけだから、そんな魔法でなっても意味がないよ。まあ小暮の女版だよね。ほっとけ。気休めはやめて。私はもっと背が高くなりたいし、胸だって大きくなりたいの。大変だぞ。だ、悪夢魔法が暴走し始めたぞ。だまっつい、マイメロ、あとよろしく。ラベンダーを食べな。なんじゃこりゃ。私の足が。俺の髪が。あ、ウタ、ネクタイ変えてきたぞ。マイメロ、なんとかして。でも、メロディーマークを貼るものがないの、ウタちゃん。ウタ、これ、なるほど。よし、できた。何やそれ。折り鶴だよね。見えないこともないが。ちょっと不格好だけど折り鶴よ。マイメロ。はい、ウタちゃん。キャー、変なところに触らないで。あれれつる。あれ、カノーさんはどこに行ったのかしら。あっちには分かるつる。カノーさんはここにいるつる。あれ、変なの違うつる。何これ、あなたたちの。変なことしないでよね。ごめんなさい。誰も分からないくらいナイスバディになっちゃった。私、ユウカなのに。さようなら、夢野さん。